はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルトヨタ MR2 を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカイベントモデルのトヨタ MR2 です。2019年のトミカ博ではナンバー6番が新しいモデルに変わる噂が出ているので、ナンバー6番の MR2 もそろそろ廃盤になるのかな。この機会にしっかり見ておこうと思います。ボディカラーの方はブルーのソリッドだね。ブルーの部分は光沢感のある塗装になってます。で、ボンネットの部分はブラックになってて、この部分は艶消しの感じの塗装になってるね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。フォグランプのあたりとかこのあたりのライト類はシルバーの塗装になってます。グリル周りもちょっと細かく作られてる感じかな。で、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。で、このままボンネットの方を見ていくと、ボンネットの部分はブラックの艶消しの塗装になってます。で、リトラクタブルライトの部分は閉じた状態のデザインになってるね。このままルーフの方を見ていくと、ルーフの部分はティーバールーフになってます。この部分は樹脂パーツになってるね。助手席側の方を見ていくと、ドアの部分にはトミカイベントモデルのロゴがプリントされてます。 MR2 のこの独特なボディラインはかっこいいね。ブルーのボディカラーの中にブラックのラインでアクセントになってます。で、エアフローの部分とかもしっかり作られてあるね。後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分には MR2 っていうプリントがされてます。テールランプ類のところはこれはレッドとかオレンジで塗装がされてあるね。マフラーの部分もしっかり作られてます。で、運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、リアスポイラーの部分は樹脂パーツのブラックだね。で、上の方を見ていくとこの部分が MR2 のエンジンルームだね。この辺りも細かな作りにしっかりなってます。やっぱりこの辺りが MR2 独特の形でかっこいいね。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、ミッドシップエンジン特有の2シーターの内装になってます。で、ルーフの部分のティーバールーフはこんな感じだね。この部分は取り外したりはできないけど樹脂パーツになってて、フレームの部分はちゃんとブラックで塗装がされてあるね。いい感じで作られてるね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、その他アクションとかギミック関係はないね。後ろの方を見ていくとトヨタ MR22016 年のシャーシーになってます。こうやって見ていくとやっぱり MR2 のこのフォルムはかっこいいね。ルーフの部分もティーバールーフになってていい感じになってます。で、 MR2 っていうとミッドシップエンジンなので、この後ろから見たこのフォルムの部分もかっこいいです。箱の方はトミカイベントモデルの通常のパッケージだね。ナンバー6番のナンバリングがされてます。で、側面の方はこんな感じだね。後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのトヨタ MR2 を紹介しました。ミッドシップエンジン特有のこのボディラインはすごくかっこよかったね。で、ルーフの部分もティーバールーフの形状になっててなかなか良かったです。で、アクションの部分はサスペンションだけだったね。この辺りエンジンフードとかティーバールーフの部分とかが外れるとまたかっこよかっただろうね。で、このモデルはトミカイベントモデルのナンバー6番のナンバリングがされたモデルだね。2019年のトミカ博ではナンバー6番が他のモデルに変わるっていう噂があるので、このモデルもそろそろ廃盤になるのかな。
新しいモデルに切り替わるときは併売されるので、気になる方はトミカ博の方をチェックしてみてください。でもこの MR2 はシャーシ自体が2016年のシャーシなので、ひょっとしたらこれからまた他のモデルとかでも発売されるかもしれないね。そのあたり期待しておこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。